霊夢、やってるか？お、結果発表か。あらら、まあそういう時もあるよ。おお、霊夢が珍しく 3K 使ってる。あー、こりゃひどいな。てお、ま、S 落ちたのかよ。おい、霊夢、聞いてるのか？ヌベジョンヌゾジョンベルミッテスモゲロンボヨッ、救急車呼んでもうのらいかない。ついにカンストを諦めたか。だってもう4回も S に落ちたんだよ。もう私はタグマに引きこもるね。世間ではそれを負け犬と言います。負け犬じゃねえし、私と同じ考えの人、結構いると思うよ。まあいいや、今回の武器は、無印カローラ。カローラは強い。カローラで連敗してるの知ってるぞ。なに？あ、あれはステージとルールとの相性悪くてですね。いくらでその言い訳はないわ。ふふ、あ、今回はリーバースで募集した人とタッグやってますが、今後、視聴者様とタッグマッチをやりたいと思ってますので、参加したい人は、動画説明欄を見てね。始まったな。よっしゃ、ここはリンクぞ。出ますじゃないのな。無理そうならそうする。あーうん、無理そう。登ってきたところ叩くか。さすが霊夢、今日登って、それが普通だよ。てかさっきあんたも言ってたじゃん。知らんな。ホットチャージャーが、一旦高台に戻ろう。ここが踏んでるな。まだ金網だね。むむ、うん、シーローカーラー。どん、楽しそうで何よりです。腕前変動を気にしなくていいからね。S やいくら感じた前のみんな、タグマ、やろうぜ。逃げに誘うな。どういいじゃん。なかなか感じたのに、でもいろいろするよりマシだと思うよ。まあ、ゲームは楽しい方がいいからな。ただし煽りとあるし、てめえはダメだ。迷惑行為するやつはオンラインに来てほしくないよな。ホット実況実況、現在向こうに本人がいるな。左から行くか。無理じゃなく引きに来たか。うず、強い。あれ、今ここどこにいるの？右から攻めてるな。さっき倒せてたらな。とりあえず、ここに行かないとな。あー、一人で戦ってる。そりゃやられますな。む、場所だ。処理できるか。あ、遠かったか。メガポンサー、何とか抜けれた。いた？すげえ。逃げ遅れたな。さあ、どっちに来るかな。金網だな。カウントリード防げるかな。あ、金網でイカになると金網の下に判定が浮くのか。知らんかった。マジでびっくりした。敵、二人落ちてるな。攻め時だね。どっち行くん？金網行くぞよ。あっあっあ、お前は何をやっているんだ。おん、止めらないし、銃弾気をつけろよ。それだね。シールドゴムか。くっそ、これ偶然だよね。だな。もうちょい攻めれるかな。うわー、死んだー。飛んだ味方。大丈夫かな。降りてきた時のために足場を塗り固めておこう。おい、完了。まだだった。おい、なんであんなとこに隠れてるんだ。確かに。あれ、もしかしてあそこで出待ちですか？その可能性は低いと思うぜ。とりあえず飛沫をなくして進むか。右に行ったと思わせ。あ、こんなや特別じゃ。うっそ、まさか本当に隠れていたとは。気づいていなかったし、ラッキーキルだったね。おお、ここが結構進んでるぞ。これはノックアウトだね。お疲れ様でした。うお、あと少しだったな。そう、取り押してやる。いいな、これでいった。インク切れか。バクバクしたな。ナイス、メガボンもやりたいな。ん？この反響速度、そりゃ、解放。さらに一場所、レベルがばっかりあったな。あたらーいいんだよ、あたらー。うむ、味方も2つ、これで勝ったな。お疲れー。なんでだよー。ギリギリで止められるな。鬼ごっこは終わりだ。鬼ごっこじゃないんですが、ここ絶対倒すまん。あ、よっと、マジで、ここ絶対倒すまん。うるせえ。倒し方がひどい。誰だお前は。あゆきか。だんだんと戻されてるな。でも相手に落ちだし、味方が止めてくれるはず。止め、ナイス。やめるん。まあ、まだ一分切ってませんし。止めらありがとう。ダンス伸ばしたし、ノックアウトは普通じゃないか。できるだけ攻めるこれ重要。うん。メガポン、あんただよー、ユニット。これは無理だったな。
また戻されそうだな。奪われたか。場所の音がするな。金網からだけど、届くかな。あ、敵さん出てませんわ。ナイス。あと1分だね。ここが勝負時だな。まだ攻めるよ。おお、なんか当たった。ラッキー2回目。味方さんかもい。おお、いけるんじゃない。ピンク回復。そい。でや、伸べれん。おいおい、向こうのチャージャーに風防プレゼント。おいおい、Beautiful. よし、一度切って、カモン、おい、危ねえ。一度、一度助かったのに死にに行くスタイル。違うから。残り30秒だな。しかし攻める。マジかよ。まだここがノックアウトできそうな位置にあるからね。もう防衛でいいと思うが。奪われたな。お、チャージャーが、後ろからドン。あれ、そう、さすがに届かないってわかるでしょ。うるさい。突然のタローのドン、実は、よく言えたな。相手さんよし、ドローのスライド。よーよだじゃあじゃあ、強いな。わあ、運送センター、落ち着け、場所でとどめだ。うお、相手も逃げたな。よっしゃ、場所でとどめだ。あ、あ、やっちまったわ。うん、さすがだわ。それどういう意味？さあ、どうなるかな。まあでも、ノックアウトはされないでしょ。最後場所で決めたかったな。ナイス。よっしゃ、勝ったね。とまあ、エスプラから逃げてきた私たちですが、これからいろんな武器を使ってガチマッチをやっていくよ。腕前変動、なし。それではまた次回、お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。